夢一刀。和歌山紫苑です。いつもはリスナーの皆さんから届いた質問に私が答えるコーナーなんですけれども、本日は宮本ゆめさんがゲストということで、宮本ゆめさんに私からの質問に答えていただきたいと思います。わいわい。私からの質問はズバリ、何？人生で一番ピンチだった時はいつですか？ねえ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 、そんな重めの話なのこのコーナー今何がピンチなのよ。今かもしれない。何がピンチなのよ。しおちゃんに食べられそうなぐらいな勢いで話すから。そうなの？ピンチな時、あんね、あれかも、うん、じゃあ中学の時にアキレス腱を切ったのよ。なんか反応よ。そう。体育祭の練習の時にアキレス腱を切っちゃって、うん、そのそれが、あのね、私のその母校からその駅まで、うん、ほうほうほう、最寄り駅までがもう全部階段なのね。もうエスカレーターも一つもなかったんですよ。で夏にやっちゃったから、やーばー、もうリハビリ、毎朝リハビリみたいな。毎朝リハビリ。そうそうそう、それはね結構脇とか痛くなるしね、あの松葉杖とかで。あーこれね、松葉杖でこう歩かなきゃいけないから。そう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 、確かに。まあそういうきつー、そういうピンチかな。それはピンチだね、うん、でも結構すぐね、だからその階段のおかげでだいぶ早めに回復できた、うん、本当病院の人もびっくりするぐらい、なんかもう治ったの逆に言われるぐらいだったかな。1ヶ月ぐらい、1ヶ月ぐらいだね。でも1ヶ月かかるんだね。そうそうそう、かかった、まあ、そんな感じですかね。わー、はい、そう、重かったっすね。はい、満足です。いい、ね、それでは始めていい、きましょう。和歌山紫苑のアビオットラジオ with 声優アワード。皆さんこんばんは、和歌山紫苑です。この番組は音にこだわる日本のメーカーアビオットが若手声優応援企画として声優アワードで受賞した新人声優に自由な表現の場を提供する番組です。今週は私、和歌山紫苑が担当させていただいております。改めて本日はですね、このラジオ初めてのゲスト、この方が来てくださいました。はい、皆さんこんばんは、宮本ゆめです。よろしくお願いします。いらっしゃい。よろしくお願いします。ありがとう、お呼びいただいて。いやいやいや、こちらこそ来てくださって本当にありがとうございます。しおちゃんがラジオやってるってことはね、もちろん知ってたんだ、うん、あ、嬉しい。嬉しいだから、そう話するなんて。宮本ゆめちゃんはですね、事務所がね一緒で、ね、本当にちっちゃい時から4歳5歳とかだね、過ごしてきた、まあなんだろう、ライバルでもあるし声優でもあるみたいな、うんうん、あの関係性なんですけど、うんうん、でも今は本当にもう親友っていうところが一番近いかなって思うので、ね、とっても仲良しちゃんでございます。仲良しちゃんでございますね。はい、そうなんですよね。嬉しい。まあ、今日はもう最初から最後までフル出演していただきますので、ありがとうございます。こんな感じでいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。てんこ盛りそうですからね。てんこ盛りそうです、はい、そうだね、もうね、あの話し合いの時点でこんなにできるのであろうかみたいな感じでございましたからね。もう締めよ締めよ、オープニング締めよ、ね、はい、はい、それでは今週も最後までお付き合いください。お願いします。この番組はあると人生変わるものをアビオットの提供でお送りします。アビオットはオーディオとエレクトロニクスの日本メーカー。高品質なものづくりにこだわってイヤホン、ヘッドホンをはじめ日常を特別な瞬間に変える製品を提供しています。声優、アニメ、アーティストとのコラボレーションも多数展開。詳しくは公式サイトをチェック。あると人生変わるものをアビオット。凛としてしぐれ、ピエール中野です。日高のり子です。アビオットのワイヤレスヘッドホン WAV1PNK ピッドホン3が発売。僕の完全監修で音質と使い勝手にこだわりました。操作をサポートするボイスガイダンスは私が担当しています。詳しくは公式サイトをチェック。アビオット。和歌山紫苑のアビオットラジオ with 声優アワード。はい、宮本ゆめさんをゲストにお迎えしてお届けする和歌山紫苑のアビオットラジオ、はい、ここからもゆめちゃんといろいろお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ、まあなんかお便りでいろいろエピソード紹介できそうだから、うん、ね、いっぱいいただいてありがとうございます。そこでなさそうなエピソード1個ね、何何、その最近私、うん、
なんていうの、ゆめちゃんに連れてってもらって、うん、すごい楽しいものの話をしたいわけなんだけど。おサウナですか？そうです、3人でね。そうそうそう、あの同じ事務所の ね、私と同い年の山口めぐみちゃんも一緒に、うんうん、あのサウナ行って、うん、もうすごかったよね。なんかサウナのなんか熟練の2人と初心者1人みたいな感じで。いやでも確かになんか温度がね2つ分かれててね、サウナが。そう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 、80度ぐらいか多分90度以上、結構100度ぐらい近い高いサウナがあって、なんかしおんちゃんとめぐとかは、うん、暑くて無理って言って80度ぐらいで、ね、でもちゃんと整ってね。そうそうそう、ね、すごい整った、うんうんうん、整ってこういうことかっていうのが。ぐるぐるする感じあった？いや、あ、なんかぐるぐるは確かにするけど、うんうん、こう外気浴で休ませるとすっごいすっきりして。あ、わかるわ。あ、なんかさっぱりみたいな感じがする。嬉しいよ。めっちゃ楽しい。サウナ入った後ってさ、肌綺麗になるな。わかる。ね、ツルツルになるよね、うん、なんかすっごい女子だけど、ね、そう、なんかやっぱ毛穴をこう開かせてキュッて締めるのがいいんじゃないかな。そうだよね、うん、そう上がってきてそのスキンケアをするときにめっちゃツルツルじゃんみたいな感じで。もう綺麗だけどね、もともと。やったありがとう、どやじゃあそろそろリスナーさんから届いているお便りをご紹介していきましょうかね。お願いします。はい、ラジオネームさっささんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。しおんぬゲストのゆめさん、こんにちは。かやま、あ、ごめんなさいごめんなさい、こんにちは。こんにちは、こんにちは、かやま、こんにちは、こんにちは、かやま、こんにちは。私が勉強不足でちゃうのね、そんな私も言ってないわよ。こんにちは、かやま。20年来の幼なじみで大の仲良しである2人と2人のラジオということで、うん、とても楽しみにしていました。ありがとうございます。同じくアビオット様がアビオット様が、いやもう正解正解です。アビオット様が協賛しているとりあえずユニバースにしおんぬは最多ゲスト出演しているので、ね、これまでにもお二人のトークを聞く機会はありましたが、うんうん、本当に2人だけで公の場で話す機会は初めてではないでしょうか。おお、あー、なんか確かに、あ、確かにそうだね。そうだ、いつも誰かしら、うん、広瀬とかそんな適当やね。そうそうそう、そうだね、確かに、ね、過去のお互いの個人ラジオでも何度か名前を出し合っていましたし、うん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 、若い頃から知っている子が今も活躍しているのは刺激になると言っているのを聞いて、とても素敵な関係だなと思っていたので、うん、お二人が揃った今改めてお互いにとってどんな存在なのかお聞きしたいです、ということで。嬉しい、ありがとうございます。じゃあ改めて聞くけど、うんうん、昔から一緒の事務所の、うんうん、まあ、同い年ぐらいの、うん、1個下だけど、うんうん、同い年ぐらいのなんか同業者って、うん、同業者どういう感じに思えるのかなと思って。何の話私はどういう存在だったのかなっていうそういうこと、そういうこと。でもだから、うん、ちっちゃい時はそれこそお互い、うん、最初多分お互い映像とか舞台とか出てたんだよ ね、うん、そうだね、ドラマとか映画とか、うんうんうん、でまあ多分私的な記憶の中では小学校1年生ぐらいの頃から声のお仕事もちょこちょこお互いし始めたりとかしてた記憶があって、うんそうだね、でもやっぱりそのね違う人間だからさ、違う人生をお互い歩んでいてさ、うん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 、結構事務所的にも学業を優先していいですよっていう事務所だったから、そうだ ね、 ね、私も中高時代はガッと学業バッとやって、まあ、大学も行ってみたいな感じで、しお、うんん、うん、ちゃんもね学業ちゃんと真面目にさやってた感じだったから、うんうんうん、余計に社会人になった年齢の時にお互いこうやって、まあ、グリッドマンもそうだけど、うんうんうん、まあ、その前のあの映画の時とか、しおんちゃんの、あ、うんうん、空を、うん、空をの時の時とかもなんか嬉しかったの、勝手に。そうなの、うん、嬉しい。なんかなんだろうね、そのちっちゃい頃から仕事をやりたいとかいう熱量がすごくある人だっていうのを知ってたから、あ、思ってたからこそなんか、うんうん、こう大人になって同じフィールドでまたもしかしたらできるかもしれないっていう可能性があることが嬉しかったんだよね、最初。それでグリッドマンだったから、もうよっしゃ来たぞみたいな。めっちゃ嬉しい、うん、なんか私はさ、うん、もう全然そのなんていうの、ゆめちゃんのずっと背中を見てたような感じだから、そうなの、そうか、自分もいつかそのゆめちゃんと共演できるようになりたいみたいな風にやっぱずっと思ってて、うん、でその多分、うん、久々に仕事場で再会したのってフラグタイムなんだよね。フラグタイムだったね。そうフラグタイムで、ね、そうそう、で私はそのクラスメイトっていうね、うんうんうん、あの役で出させていただいて、うんうん、でそう久しぶりに挨拶して、うん、もうなんか距離感が分かんないわけよその時は。そうすごい、だからしおんちゃんはその頃は特にだけど、うん、あの会ってその日わーって仲良くやっても、まあ、1週間後ぐらいに会うと、あーどうもそう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 、分かる分かる、おいおいおいで
しおちゃん私だよみたいな、大先輩っていう意識がすごいあるから、その時はそこの溝を埋めていいのかっていうのを自分では分かってなくて、そうなんか失礼がないようにと思って、やっぱ仲良く行きたいけど一歩引こうみたいな、うん、気持ちだったの。そうだったの。そんな気づけなくてごめんね。まずゆめちゃんにはまず一個も引用ない、マジで。何もね、悪いことは起きてないし。いやでも確かにそのがっつりその共演するまでに会わない期間が長かったよね。そう現場とかで、まあ、お互いね学業も忙しかったりとかしてたんだけどね。本当に10代前半からもう全然会ってなかったじゃない？会ってないね。そうだよね、会ってないと思う。で久しぶりに再会した時私21でみたいな、うん、でもなんかそれより前に多分ゲームとかに出ててしおんちゃんが、あーそっか、でそれを多分私が X かなんかで見てた時とかがあって、うんうん、しおんちゃんが声の仕事を開拓してるぞ多分みたいな、嬉しい。またふつふつと、あーこれは一緒にもしかしたらできる日が来るんじゃないかっては思ってた。いやー嬉しいですもん、まさかこんな ねラジオ一緒にできる日が来るなんて思ってなかったけど、いやめっちゃ嬉しいよ。ほんとしみじみとね、やっぱりなんかいつもありがたいなとも思うし、嬉しいなって思ってます。こちらこそだよ、はい、ありがとうございます。そんな感じでございます。じゃあ尊いでしょ我々尊いの押し売り我々尊いのよ、はい、じゃあ次はゆうちゃんお願いします。読ませていただきます。ラジオネームマルスさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。しおんさん、ゆめさん、こんにちは。岡山こんにちは。岡山こんにちは以前ひまわり三人衆でダンスを踊っていたのが印象に残っております。誰だよ、私も中学の頃、あ、友達とジャズダンスに熱中していたので、その頃を思い出し胸が熱くなりました、うんうん、ダンス以外でもひまわり三人衆で今後やってみたいことはありますかとのことです。まあ、三人衆誰のことかなねえ、まず解説しようか。山口めぐみちゃんなんだろうけどねえ、多分宮本ゆめちゃん、うん、山口めぐみちゃん、私の三人衆なんだろう ね多分ね。ダンス動画撮ったらそれだけだもんね。私が言ってるかもな、もしかしたらインスタかなんかで三人衆って言っちゃったのかな。でもそれはそれでなんか、うん、いいよねなんか三人衆っぽいじゃん。確かに ね結構三人集まるとワイワイするからね。すっごいワイワイしたよね、うん、だいぶおもろかったよね。その日さ、うん、なんかダンスまず取りに大日って、うん、集まって、うん、何時間かかけてダンス取って、うんうんうん、いいね楽しいねとか言って、うんうん、サウナ行ってそうサウナ汗流してそうさっきの話出てきたとこよ、うんうんうん、行ってその後ご飯食べに行ってもう、うん、みんなめちゃくちゃ腹を割って話すっていう ね韓国料理屋さんにねそうそう3人で行ってもうあんな楽しい日はなかなかないっていうぐらい楽しかった、ね、やっぱ3人で集まるってなるとそのちっちゃい頃とかだとお母さんが一緒にいたりとかしてたじゃん我々って、ね、だからこう多分3人でがっつり本当に話したのって初めてだったよね、うん、ねえ、ね、ダンスしおんちゃんはどのぐらい、うん、なんか習ってたよね。なんかね習ってた時もあったんだけど、うんうん、本当に短い時間でしかも時間がもう経っちゃってるの中学生の時だったから。そうなんだ、うん、でももともとバレエやってたよね。そうだね、うんうんうん、劇団ひまわりのレッスンでバレエを3年ぐらいかなやってて、あ、そうなんだ、そうそう、うんうん、もうちょっとやってたかもしれない、うんうん、またそれもちょっと受験とともにやめて、うんうんうん、で多分こうヒップホップ系だと思うダンスを1年ぐらい習ってたかな。いやすごい、いやもうそっからでもめっちゃ時間が空いちゃってて。あ、そうなのか。そうそう、でもなんか3人で集まると、まあ、私も中高ダンスやってたり、うんうん、メグも高校かな。そうだね、高校でね、ゆめちゃんもね、メグちゃんもめっちゃダンスもう本気でやってたからさそんな、ね、そうだったかな、ありがとう。でも本気でやった。部活でやっぱね、うん、大会出たりとかがあったから。そう本当に、なんて言うんだろう、熱を持ってダンスやってたから、うんうんうん、だからもうしおんちゃんがどのぐらい踊れるんだろう、どういうダンスやるんだろうとか知らなかったからさ。そうだよね、あれだったけど、でも集まって先導するのはしおんちゃんだった、うん、いや私がね、やりたいって言い出しちゃったから、ね、あったからね。そうね、からここでね、私がさ人に任せたらさ、お前呼んだのに、いやなんでまとめてんだよみたいなことになるよね と思って、うん、まあ、やったんだけど、もう本当にね、ゆめちゃんもめぐちゃんも、もうダンスめっちゃ素敵で、嬉しい。もうそこの中に混じって変じゃないようにするのに結構必死で。いやそんなの全くなかったよ。ありがとう、褒めてくれてね、めっちゃ嬉しかったの。そう、スタイルもいいし、なんかもう映えるダンス動画でお届けしたいね、このしおんちゃんが褒められてる様子をいやもうね、うん、本当に褒めてもらえて嬉しかったし、うんうん、そうね、撮った当日 もうめっちゃいいやんって褒めてくれて、うんうん、めっちゃ嬉しかったし、うん、3人で撮れたのも超嬉しくて、ね、嬉しかっ
だから3人でいろいろしたいよね。そうなの、そうなの。やってみたいこととか、もう一段ぐらいダンス動画を撮りたいねと思ったりとか、普通に雑談するところをさ、ね、ここにメグ呼んで話したいぐらいだよね。そうそうそう、分かる。なんかお話ししてるところもね、そうお届けしたいなって思っちゃいますっていう感じ。なんかできればいいね。ね。ね、うん、はい、あのね、2通で終わりました。本当にごめん、今日ね。本当に今日ね、うん、やることがね、お便りをいただいてて、うん、めっちゃ選んだんだよね、2人で。めっちゃ選んだね、2人で。そう、あれ、いや、これはこうしようぜとか言って、ちょっと待って、本当にダンスの話して終わったじゃん。待って、どうしよう、ダイアログさんの言ったねとか、そう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 、スターウォーズ好きだねとかね。そうそうそう、好きな映画何言ったことだったんですよ。そうそうそう、今ね、これで保管したからね。これ、そうそうそう、うんうん、okay, okay. 送ってくださった皆さん、マジでありがとうございました。はい、お便りは以上ということで、たくさんのメール今後もお待ちしております。ありがとうございました。和歌山シオンのアビオットラジオ with 声優アワード、ここからは企画をお届けしていきます。まずはこちら、シオン&夢津エピソード。よいしょ。はい、私がテーマを決めてリスナーさんからメールを送ってもらうレギュラーコーナーをいつもやってるんですけれども、うんうんうん、今日はその特別版として、うん、私たちがお互いのエピソードを出し合っていきたいと思います。なるほど。はい、もちろんテーマもございますよ。ほうほうほう。テーマは私だけが知っているエピソードです。ハードル高っ。試されていますね。すぐ思いついたって書いてあるけど、本当にそうだよ ね死ぬほどハードル高いよ ね何、私だけが知ってるって、私だけが知っているエピソードってなんだろう。まあまあ、でも窮地の中だし ね20年もね一緒にいるからなんかね、多分ね、うん、私ね、これだと思って持ってきたんだけど、今思うとすっごい薄いわ。ちょっと予防線張っていくね。すごい予防線張るやん、うん、じゃあ私から発表していきますよ、うん。私だけが知っているゆめちゃんのエピソード、うん、それは、それは会うたびにお母さん元気って聞いてくれるこれはね、あのやっぱさっきも話したと思うんだけど、うんうん、あの昔から知ってるからエピソード家族ぐるみなのよ、うんうん、そうだね、家族ぐるみなんですよ、うんうんうん、で、昔オーディションとか行くと、うんうん、私たちが、うん、そうオーディション会場に行って、うん、面接を受けている間ってお母さんたち待ちなの ね待ち合い室 で、うんうんうん、でそうなるとやっぱり、ね、事務所は一気に呼ばれることが多いから、うんうん、ひまわりはひまわりって感じで、うんうん、ゆめちゃんのお母さんと私のお母さんとか、うんうんうん、めぐちゃんのお母さんとかね、そうそうって感じで、あの最近どうみたいな話を、そう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 、最近話を多分ね、してたんだよね。そうそうそう、そういう感じでね、話してたのと、うんうん、とね、ゆめちゃんは本当に、うん、あのお話ししたこととか、うん、いろいろ覚えててくれるのマジで。多分しおんちゃんの話し方が上手なんだと思うよ。そう、違うよ、本当に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 ゆめちゃんがすごいんだからね。嬉しい。なんか私の母のことも結構いろいろ覚えててくれて、うん、もちろん。そうで、その久しぶりに会った時も、前会った時もそうだし、うん、今も会うと、え、お母さん元気って聞いてくれるのがめっちゃ嬉しいっていう話。いや、だから今日もゲスト呼んでいただいた時も、うん、私の母は結構私のラジオとかも全部聞くタイプなのね。あ、そうなんだね。お母さんとかとはどんな感じ、聞く、聞いてもらってたりするのかな。母は、うん、お願い聞かないでって言って、え、そうなの、聞かないでもらってます。恥ずかしい。ちょっとちょっとね、私は結構ね、うん、あの家にいる姿と、うんうんうん、こうやってこうテンション上がって話してる姿と、かなり違うんだよね。あ、そうかそうか、音符がねちゃんとあるね。そうそう、で、うんうんうん、母的にはさ、やっぱりあれ、いつもと違うわこの子って感じなわけじゃん、うんうん、その、なるほど ね皆さんにお見せしてる姿っていうのは、うんうんうん、思春期か。そう、ちょっと恥ずかしいのよそれがいやいやいや、なんか恥ずかしいのよ。思春期やん。だから、いや聞かないでって言ってあ、そうなの。から何にも知らない。あら、そうなんだ。何にも知らない。だからお母さんもしかしたら聞いとるかなとか思いながら今日来てた。え、じゃあこれだけ聞かせるわ。え、本当に、うん、伝えといていいの。だいぶテンション高いけど大丈夫。これ多分ゆめちゃんと話してるときは、あ、そうかそうか、じゃあ私がちょっと悪影響を与えちゃってるかもしれませんっていう。違う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 、ゆめちゃんと話してるとき大丈夫だ、大丈夫なの。よかったよかったよかった、うんうんうん、普通だから。ね、いやでも気になるよ、お母さんはやっぱね、うん、っていう、うん、まあ、結局はゆめちゃんすごいんだよっていう話ですかね。ざっくり、はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、じゃあゆめちゃんお願いします。はい、じゃあ私だけが知っている和歌山しおんちゃんのエピソードなんですけれども、はい、いや、まあちょっと今までこうゲラゲラ話してきましたけど、ちょっとねしんみりするかもしれないけど、やめてよ、やだよ、なんで。いや、なんか、うん、まあ、あんまこう、あんま自分
のもどうかなとは思うんだけど、うん、私2年前ぐらいにちょっとお休みしてたんですよ、お仕事をお休みさせていただいてた期間に、うん、まあ、正直本当のこと言うとその期間に、うん、まあ、グリッドマンの稼働がね一緒にあったりとかしたりとかしてて、でもその間もそのしおんちゃんと一緒にステージに立てるっていうのが私は安心の一つマジでだったの、本当に本当に、こちらこそだよ。でなんかその、まあ、休養も明けて仕事復活しましたってなった時も、うん、なんかご飯行こうよって言ってくれて、でちょうど多分それがそれこそ声優アワードさん受賞したタイミングぐらいだったと思うんだよね。あーそうかもそうかも、そうそう、うん、でもしおんちゃんのお祝いもしたいからって私が言ったら、うん、多分私がそのいっぱいいっぱいなのも多分察してくれて、僕のしゃぶしゃぶ行きたいんだ行こうよって言って送ってくれたりとか、バーって結構だから私からしたらなんかそのしおんちゃんってポンコツなところも確かにちょっとあるけど、いや、うん、なんか頼れる人みたいな、頼りがいある人みたいなイメージがねすごくある。なんか何食べたいって言った時に絶対これ食べたいとかここ行きたいとか言ってくれるし、ありがとう。なんか元気ない時はお肉でも食べて元気出そうよみたいなことをさらっと言ってくれる。本当？え、そうだよ。かっこいいこと言ってたし言ってた言ってた本当。だから本当に私はあの時期も今ももちろんそうだけど、安心材料の一つというか自分の中でのね、しおんちゃんがいるから大丈夫できるみたいな、そうなんです。いやいやいや、それはね、でもそこになんかいいなって感じてくれるその、うん、なんていうかゆめちゃんのアンテナの張り方というか、うん、その感受性の豊かさっていうところにね、うん、すごく救われてる部分があるから、うん、そのなんだろう、全然支えようとかそういうね、うん、なんかおこがましいこと思ってたわけじゃないんだけど、今までこういろいろね与えてくれた分を、うん、ちょっとでもなんか、明日あのいい方向に向くかもなって思えるようなきっかけになれたらいいなっていう、めちゃくちゃ支えられてたよ、でしたね、今もだけど、ありがとうございます、ね、いそんなエピソードでした感謝感謝感謝、お互い感謝ということでね、はい、以上しお&ゆめずエピソードでした。和歌山しおんのアディオットラジオ with 声優アワード、せーの、アビオットインフォメーション。ここでアビオットからお知らせです。このコーナーも今回は2人でお届けしていきますよ。グリッドマンユニバースとのコラボレーションモデル第2弾2バースが現在予約受付中です。今回は大石正義さんと内田真彩さんのダブルチューニングを搭載、完全新録ボイスはなんと320種類以上、第1弾から大幅ボリュームアップの計9キャラクターと4モードの掛け合いモードをお楽しみいただけます。さらにベースとなるイヤホンの性能もドライバーが2機に増え、ハイレゾに対応、ワイヤレス充電が可能になりました。再生可能時間も本体のみで19時間、充電ケース込みで62時間になるなど大幅にアップしています。またプロモーションムービーでは再び今の結城先生の書き下ろしボイスコミックにゆうた、よもぎ、りっか、ゆめが登場します。そして好評発売中のコラボモデル第1弾にも無料アップデートでりっか&ゆめモード、そして姫モードの2モード、2つのモードの追加も決定しております。本当に太っ腹だよね。いやすごいことだよね、コビオット。俺コビオット、オッケーなの、コビオットさん、ダメよ、オッケーしちゃダメ、コビオットさん、コビオットさん、オッケーしてるダメだよ。ありがとうございます。ねえ、いや本当ね、クリットマンのこともできて、ねえ、ラジオもできてありがたいですね。ありがたい。我々はね、そのうん、リッカ夢モードで、うんうんうん、その一緒のモードに声が入ってるのと、うんうん、あと書き下ろしボイスコミックのプロモーションムービーで、うんうん、実際に書き合いはできなかったんだけど、プロモーションムービーの中ではお話、うんうん、ね、リッカビルはお話してますね、感じだったんだけど、うん、私は実は、うん、ゆめちゃんの後に撮ったから、うん、ゆめちゃんの声が入った状態で全部収録させていただいたね、うんうんうん、でもゆめちゃんはさ、うん、私の声がない状態でリッカ&ゆめモードを撮ったわけじゃん。そうなんですよ。なんかどういう風に、うん、その
お芝居してくるかなみたいな想定とか、うん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 、なんかあったの？いやっていうのもやっぱゆめちゃんというか、まあ、しおんちゃんが演じる南ゆめちゃんが、うんうん、だいぶいろんな成長を遂げた子じゃったじゃないこじゃったじゃないね、まあ、テンションの幅が振り幅がすんごいから、そうなのこれどっちの夢で来るかなっていうのをずっと考えてて、家でも、うんうん、で何個かちょっとモード取らせていただいてもいいですかって言ってるシーンが多分ねちょこちょこある、2つぐらいかな、多分あったと思う。すごい、めっちゃ嬉しい準備していただいてて、もうね結果的に多分びっくりマークついてるやつは全部暴れ倒してるので暴れてる時間があるんだ。アビアットさんもうん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 なんだ。そうなんです、暴れ倒してるので、うんうんうん、おそらくあの暴れ倒したバージョンのりっかちゃんが採用されているのではないかと思いますが、それはもう皆さんがちゃんとね、こう聞いていただいて楽しんでいただくためのものでございますので、ぜひチェックしてください。お願いいたします。詳しくはアビオット公式サイトをチェックしてみてください。以上、アビオットインフォメーションでした。中山きんに君です。どのポータブル電源を買えばいいか悩んでるそこのあなた、もう悩むのやめにしませんか？タフで高寿命、24時間365日国内電話サポート、日本メーカーのポータブル電源アビオットパワーピース、お求めはお近くの家電量販店で。凛としてしぐれ、イエール中野です。アビオットから僕が完全監修したワイヤレスイヤホン TEW1PNK 通称ピアホン8が発売。電源オンや接続しましたなど操作をサポートするボイスガイダンスは私日高のり子が担当しています。ナチュラルやキュートなど4つのモードを搭載しているので、その日の気分で切り替え可能。詳しくは公式サイトでチェック。アビオット、和歌山シオンのアビオットラジオ with 声優アワード、エンディングのお時間です。はい、ということでなんかね乾杯してますね。これはね、なくなったコーナーのねご褒美だったんですけど、飲んでいいってことでね、飲ませていただきます。話しすぎました。はい、いただきます。いただきます。しおんちゃんはぶどう味、私はりんご味。うん、おいしい。あ、これはちょっとやばいね。あと30分話せる。ねー、ほんとね、これがあればやめてくれって、やめてくれやめてくれ、早く回してくれ。すごい笑いながら早くやれ早くやれって、だって終わっちゃうんだもん。あの、初めて見た。ねえ、ゆめちゃんは今日はどうでしたか？楽しかったです。やっぱしおんちゃんとだとね、永遠に喋れちゃうね。なんだかね、本当にね、30分はね足りない、足りないですね、なと思っちゃうから。なんかね、毎回反省を持って次来るんだけど、毎回何かしら、今日はあれがうまくいかなかったとか、うまく話せなかったとか、いろいろ思うの。今日は、ゆめちゃんがいてくれたおかげで一切ない。それはいいのか。すごい幸せに終われる。よかったよかった、いいのよ、その反省も大事だけどね。新たな成功体験で、次頑張っていけるわ。よし、よし、その気も心持ちで、次も頑張ってください。頑張ります。はい、ということでね、はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。はい、宛先はしおん @joqr.net です。しおんの氏は SHI です。そして番組公式 X も稼働中ですので、写真もアップしているのでぜひフォローお願いします。また過去の放送は文化放送 A&G の YouTube チャンネルで聞くことができますので、ぜひそちらも聞いてください。します。アビオットラジオ with 声優アワード、来週は戸谷菊之助さんが担当してくださいますよ。お楽しみに。この時間のお相手は和歌山しおんと宮本ゆめでした。また次回お会いしましょう。せーの、バイバイ。この番組はあると人生変わるものを、アビオットの提供でお送りしました。